ブーマス朝までそれ正解。テテ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 テ討論をしよう。いやー、朝からしましょう。いやー、オマージュ的なね、やつですけども、皆さん、ピンポンはいいんだよ。ピンポンはいい。でね、皆さん、準備はよろしいですか？はい。大真面目に。大真面目に。うん、笑い出したやつ。ピンポンで笑いとるの。もう、笑いとかないの？笑いとかない。とりあえず今回は、コウキ、カツオ、社長、まあ、ヌイマンにしておきますね。ヌイマン。まあ、ちょっと、はい、訳あってヌイマンって言ってたりしておきますね。でね、ということで皆さん、それでは、第1問。でね、うから始まるみんなが知っているブランドとは？ブランドですよね。ブランドです。うん、まあそれ、ね、まあブランドだからファッションブランドだね。シンキングタイムスタートというものでちょっといいだろう。おお調べんな。ダメ。調べたらダメだよ。あ、嘘。分かった。待って、どうぞ。ウル東京。あーすげえ。聞いたことは。いや、でも、ブーマーズの動画でも結構晴れた動画ですからね、あれは。うん。この動画を見てる人は絶対に知ってるはず。うわ、それはやったわ。そういうところからついていく。はいはいはい。視聴者目線で言ってるわね。前の動画でやってれば絶対見てるから。絶対見とるんだ。じゃあ、ネイマン。ウィゴー。あーあれは確かに。ブランドなの。え、でもアパレルショップだから一応カウントしていいんじゃないですかね。でも、ウィゴーブランド。タグにウィゴーブランドがついてたらいいんじゃない？ウィゴーは、ウィゴーってついてない。ついてないの？あれはね、ブラウニーだかなんか。ブラウニー。あ、そうなの？ああ、じゃあ、まあ、ブランドいいんじゃない？まあ、ブランドって、まあ、難しいから。そこは加味して。うん。そこは加味してのウィゴーで。まあ、カタカナ表記にすればウィですからね。まあ、正式なウではないっていう。いやいやいや、ちょっと待ってください。ウィーだから。オッケー。はい、どうぞ。思いつきませんでした。あ、これ一番ひどいやつ。一番ひどい。一番ひどい。処刑ということで。すいません。いや、ウーは出てこ、ウル東京とウィゴーだ、俺もびっくりしとる。自分で出しててびっくりしとる。まあ、大鳥を飾るし、大鳥だからもう自分から鳥で使ってほしいって言うんだもん。せーの、ダン。ウニクロ。いや、ひどい。これはひどい。これはひどい。ユニクロ、ローマ字数、U からだから。まあ、ユニクロかな？いや、そんな。なるほど。はい。はい。それでは正解をどうぞ。正解は。てれん！ユニクロおい、うわぁ、深夜。そもそも。ウニクロはひどいわ。いやいや、正解正解。ウニクロだと思ったけど。いや、俺の独断の偏見だから、正解は。東京が綺麗ですよ、ありがとうございます、ありがとうございます。どう考えても。次の問題。次行こう行こう。ここね。もう次行きますよ、もう。てれん。次の問題。てれん。か。で始まる。セレクトショップでの買い物を終えての一言。はい、はい、どうぞ。カーから始まるセレクトショップで買い物を終えてからの一言。まあそれこそなんかさ、そのパルコとかさ、そういうなんかショッピングモールにいろいろ入ってるでしょ。店出てすぐ、店出て、いや、まあ、買い物します。店出て一番最初に言うカーから始まることでしょ。カーから始まる、うん、オーケー。買い物を終えてね。オーケー。皆さん、それではシンキングタイムスタート。普通に出て、カカ始まること言えばいいでしょ。はい、いいよ。てれん。それでは、皆さんそろそろよろしいでしょうか。はーい。じゃあ、さっき非常につまらないことを言った社長からお願いします。いや、さっきのだって、正解したから。じゃあ、今回無難に。いや、こだわらなくていいよ、それ。あ、かっこいい服買えたなぁ。あ、まあ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 。これ無難じゃないですか。
しい。まあ、大喜利じゃないから。正解を導き出すね、これはね。まあ、もちろんもちろん。かっこよく変えたなっていうことで。か。なるほど。はい。じゃあ次、ネイマン。もう俺はシンプルに。かぁ！あー、やったわ。シンプル。これさっきの。まあ、いや、でも、一番、やっぱ、あれじゃない、シンプルっちゃシンプルじゃない。まあまあ、もう、だから自分でさ、かっこいい服変えたなんて言わない。いや、そんなこと言ったら。いや、いろんなカラーがあるけど、ね、黄金の人をダメにする水を飲んだ時と一緒だな。何する？黄金の人をダメにする水、あれだろ、お前も好きだろ、ビール。ああ、え、それそしたらクーでしょ、それは。いや俺はクーって言ったよ。兄てん俺結構いいと思うんですよね。カーか、どういう感情なの、ちなみに。それは、あ、金使いすぎたーのカーもあるし、よっしゃ買ってやったぜみたいな、よっしゃってやったぜもあるし、まあ、いろんなカーがありますけど、すげえ首持たせてきた、首を持たせたカー。なるほど、いろんなカーがあるね、やっぱりカーね、大きい。これ買ってよかった。お前、こだよ、それ。こだよ、お前、こだよ、それ。カット。いや、すいません。買ってよかったよ。買ってよかったのかな、これ。で、お願いします。買ってよかったのかな。あ、統治法ね。統治法ね。統治法だから。こになっちゃう。国語の授業になるんですよ。買ってよかったのかな、これ。まあ、その、自問系。なんかさ、買ったけど。え、何これ、後悔してんの？え、なんか、実際、勧められて、まあ、その時は満足して買ったけど、店を出た瞬間に、我に返って。我に返って。でも、あれ、それが。俺みたいな。それあるかもしれない。確かに。じゃあ、それでは最後。わからんでもない。カツオさん、お願いします。はい。母さん、ありがとう。いや、一番トンチンカンです。一番トンチンだよ、それ。なんで、あ、子供目線そうだよ。あ、なるほど。だって、お前らじゃあさ、いや、あ、でも一番リアルかもしれない。リアルじゃないこれ。一番リアルかも。言うよ。母さんには王つけます。いや、ちょっと、その前に、母さんありがとうだと、おもちゃ屋さんとかなら、セレクトショップとか。あ、確かに。限定だからね。だって、セレクトショップ、おもちゃにもセレクトショップある。そういったってファッション系今まで服紹介してたよな、これちゃんとって。母さん。英語じゃね。母さん。軽井沢何すると行け。母さん。そうだよ。でも俺、ダンス自身も。いやいや、まずい。こいつに決めさせられてやばい。まずいよ。でね。かから始まる、セレクトショップでの買い物を終えての一言。はい。イェーイ。かな？言葉に出すか分かんないけど、なんか出るか出ないかくらいの母さんありがとう、そうそうそう、それ母さんありがとう、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、いいとこついたの、そったのに、ねぇねぇ、次の問題いきましょう、続きますよ、どんどんいきましょう、はい、いきます、はい、えから始まる、はい、店員さんの接客をうまくかわす一言。よく服屋とかでありますよね。店員さん接客してるじゃない。これを、これいらんなってやつな。いや、これいらんのだよな。えから始まる一言でうまくかわしてください。なるほど。了解です。それでは皆さん、シンキングタイム、スタート。はい、ゴー。行きましょうか。それでは、じゃあ我こそはという方に。かわせばいいでしょ。え、かわせばいい、かわせばいい、かわせばいい、俺結構かわせると思う。あ、本当に？ちょっと一発目、かわせる、俺もかわせる、いきますか、カツオ。